が欲しいか。高難易度バルファルクをソロでクリアできるような力、あるいは強大な敵を打ち滅ぼす力、この力を味わうと戻れない。それでもいいか。早くくださいなのだ。よかろ、ならばこちらを授けよう。これは最強の守り、精霊の加護。回復量アップ、回復速度、回避距離、すべての生存スキルを引っ提げてある。強大な力は火力スキルだと思っていました。攻撃が最大の防御なら、防御は最大の攻撃なのだ。ちなみにこの構成は、腕、腰、足で、加護、回復量、距離が2レベルつく。装飾品で回復速度と2レベスロがつくので、頭と胴体で2スロが2つあれば成立するのだ。汎用性があるのかこれ。胴体は属性やられ対策でしかないので、バイクメイルにすればカイザーヘルムも住める。あとはナルガ武器を背負えば最低限の火力もある。マルチ必須のひるみ軽減も入る。しかもお守りなしで成立する。好きなお守りを入れ9。ナルガカイザーなら達人で2と2スロが良いだろう。すごいのだ。実際にやってみた。武器はみんなに合わせてコンクエストを選択。ちなみにコンクエストで防御4にできました。革命が起きているのだ。バイクメイルの方が良かったかななんて思います。それだけバイクが優秀ですね。今回はお守りもなしで遊んでいきたいと思います。食事もいっそ守りとっか。ちなみに今作はダメ軽減効果が重複します。確率も重複するのかな。期待値的には 45% くらい。当たり前のように高難易度バルファルク。まだ開けれないので仕方ないですよね。時間切れで負けないことを祈るばかりです。ご覧の通り火力は終わっています。以前にもグダグダやっていたので、ここは世にも珍しい被弾臭で手を打ちましょう。誰が見ねえ。ミニマムなダメージは即治癒、活力剤の効果もありますが、回復速度はでかい。すごく大きな被弾です。軽減効果が発動しなかったんでしょう。しかしこの赤ゲージ回収を見れば、回復する頃には軽減と同然になりますね。軽減効果は欲しいのだ。確率的には回復は一口で良いでしょう。しかし軽減が働いてしまえば最後、高倍率の攻撃とは言えなくなるのです。やばい、需要があるか怪しくなってきた。ないのでは。リカバリー臭見て強くなった気になれるのか。死にかける流爆発のコンナも走って近づく頃には治る。えぐりダメージ出た。ゆいーん、うわー、お素晴らしい軽減だ。すごいのだ。カブが2スロになるのも頷ける。これ強すぎ。バルファルクこんな弱いんだね。みんなこの装備ならノラマルチ安定すると思うよ。カブあって助かったわ。回復量もえぐい。早食いも積みたいな。バルファルクが飛ぶようです。あわわわ、逃げないとやばいのだ。急滅亡なのだ。普通の装備は避けますよね。私には必要ないんですよね。こっちの方が痛い。防御力の高さが示されていましたよね。死んでたような。プロデューバーサス精霊とはよく言ったものですよね。はい、おしまい。おーかっこいい。アングル上にしとけばよかった。宝玉なのだ。ずんだもん見上げよ。わーい。ちなみに22分かかりました。回避距離で戦いやすかったので、ガン攻めムーブだったんですけどね。慣れてない人は結構かかるかもしれませんね。諦めていた音もなし、スラークでクリアできてよかったです。神をまよこせ。わーつっかい。